どんぐりのセクラでタケノコがニョキニョキやっハロー皆さんこんにちはミヤビンですはい今日はですね <noise> マックとウィンドウスパソコンを比べるなって話ですドドンお願いしますどん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  ドン・グリフォンですあー、グリフォンこんばんは、ドン・グリフォンですグリフォンだったグリフォンっていうマフィアのドンがいたんですね、きっとねガチあ、ん知らないなんだはぁため息やめてくれないガチまあ、だいたいね、あのねこの語り動画はね、え、ねまあ、なんだろうレビューと違ってあの、別に責任が重いわけではないので いつもあの食後にとってじゃないですか。食後は僕100%発作じゃない。そうですね。なのでため息つかさして。よかった、私に大事かと思ったわ今。こいつはほや指数低いなマジでかと。そんなことよりね。うん。そんなことなんだ。まあそもそもこんないちいち気づかないや俺の言うことにも。こ 君が傷つきやすいなんて、もう知ってんだからさ。傷ついてないよ、これに関しては。入ってんの？こういう、そういう積み重ね、何？今、ちょっとでも話さなくてもいいように作ってんの、私が。ありがとうございます。thus、続けてもう。本当ね。まあそもそもなんですけど、みんなね、知らないこれを言う人もね。 んいいいなないじゃぬふちゃんもね全然言ってないし、うん、他の人たちも言わないかな分、うん、かんないけど見逃してんのがあったら、えっと、教えてくれればちょっと見に行って、うん、あ言ってましたってね、うん、やりますけどあのねそもそもね Windows パソコンと、うん、Mac とか、うん、Apple 製品を、うん、Apple 製品だから iPhone と Android でもいいんだけど、うん、比べちゃダメなんですよ。ほう その理由今日話しますなんでかって私もわかんないそれあのねアップル製品っていうのはねそもそもね立ち位置がもうねじゃあ MacMac と Windows パソコン立ち位置っていうかんで比べちゃいけないかやるんすよくねじゃあこの間 MacStudio ウルトラ出ましたじゃあ Windows パソコンの方がすげえやとかつって 論争ににネットになるわけですよ、うん、まあ Windows パソコンの方が速いんですよ、うん、処理速度グラボ含めて、うんまあ、今3090かなの TI って全然出,出んのかな、うんまあ、グラボね、うん、全然そっちが速いんだけど、うんまあ、そういうんじゃなくて Apple、うん、という会社はやっぱ世界一の企業だし、うん、まあ世界をリードするという自負が あのね世界的問題特に環境問題に対してはもう世界のリーダーでいようという企業なので、うん、まずあの m a c スタジオにしても、まあ、iPhoneSE3 にしてもそうなんですけどあの、ね、再生利用してるんですよ、うん、再利用してるんですよ、うん、だから m a c スタジオのアルミのボディにしても何にしても、うん 廃棄されたアルミからまた再利用して作ってるんですよ。うん、エコじゃないですか。うんで、まあその話はいいんだけど、うん、あのね、CPU とかそっちも GPU も、アップルの考え方は、エコ、環境問題、うん、地球を環境を守るっていうのがもう大目標であるんで、 いかに電力を使わず高性能を実現するかっていうのを追求してる企業なので一方 Windows パソコンは死ぬほどありったけの電力を使って高性能を出すよっていう立ち位置だから比べられないんですよアップルが同じ死ぬほど電力使って高性能な マック作るんだってやってててやたら比べていいっすウィンドウズのが早いとか Mac のが早いとか、うん、違うのでもうね 100W200W 違ってくるんですよ、うん、最高性能を使ってる時の電力消費量が、うん、年間大体3万とかのね1台とかねまあいろんな計算があるんだけどお,お金にするとね、うん あと、キロワットとかで、年間にどんだけの電力を節約したかっていうのを Mac1 台、10台、100台とかで出せるんだけど、だから、今回の M1 にしても Pro、M1 プロ、M1 マックス、M1 ウルトラにしても、いかに電気を使わず、高性能な処理速度の速い CPU を作るか、 GPU を作るかでそれをパソコンにするかっていうのを追求しててでさらに言うともうアップルさんは自社の使う電気とかもガンガン再生可能エネルギーあのソーラーパネルから始まり再生可能エネルギーを使って二酸化炭素排出しないようにしてるしそれだけじゃなく関連企業を取引先にまで そうしてくださいそうしなさいってやってんの。うん、で2030年だったかな目標的には。うん、にはアップルを使っている俺ら、うん、一般ユーザーの家庭までそうするようにアップルは動いてる、ね、<ー>いかに少ない電力で二酸化炭素出さず無駄なエネルギー使わずちゃんと アップル製品を使ってもらうかっていう取り組みを本気でやってるので一方 Windows パソコンはもうこの間ねその一番早いグラボ発表されたのか出たのか僕もう知らないけどもうグラボから電源コードが3本とか4本とか出てるわけです。それだけけ電電気気使使うわけで,すでも大量の電気を使って爆熱 もうね、うん、もうあちちなんてもんじゃない、うん、爆熱出してすごいスピードを出すんですよ、うん、処理速度をそれと比べちゃダメじゃね全然違うね、うん、そもそもが立ち位置がアップルは違うので、うん、他と比べちゃダメなんですよウィンドウズパソコンとかもまあいろんな企業がウィンドウズパソコンを作ってるから、うん、その企業がアップルと同じ立ち位置で、うん、いやウィンドウズパソコンも いかに電気を使わず最高の性能を出せるかを追求していますっていうんだったら比べていいんだけど違うからそもそもが全然根本が違うからそこねアップルの場合はカーボンねあのニュートラルとかさあのカーボンフットプリントってまあ難しいから今回その話はしないですけどまあそこまでちゃんと考えてやってるし。 もうねとにかく環境保護環境汚染、うん、エコに関してはアップルはもう世界をリードしようっていう動きでやっているので,、うん、でそれは iPhone も同じなので、うん、あのそこを Android と一緒に処理速度がどうとか、うん、使い勝手はいいよ Android の方が使いやすいとか、うん、iPhone の方が使いやすいとか。 Mac の方が使いやすいとか Windows の方が使いやすいって UI とか UX の部分は全然討論とかバトっていいと思うんですけど処理スピードがとかね処理性能がとかね、うん、そういうところはねもう比べちゃダメなんですよっていうのをねまあヌフちゃんもしこれを見てたらあの同じこと語っていいからねでパクったって言われないようにあのこの動画へのリンク貼っちゃってくれていいから あの君が言った方があの、ね、10万人超えてて影響力全然あるんで僕が言うより3,000人のうちが言うより、うん、これ広まってほしいんで全然使ってくれてい,いんであの同じ内容を喋ってくれて構わないんで、うんえね、言ってほしいんですけどでも確かにそういう聞かれたのは知らわかんなかったパソコンとしか見てなかったからだから結構。 IT エンジニアとかちゃんと専門家の中では MacStudio は究極のエコマシンでこれからの地球環境を変える最初の最先端の高速 Mac だみたいな感じで見てたんです、うん、すげえ出てきたなっていう M1、うん、出た時もそうだけど、うん、でその消費で M1 出た時も Windows 進行の YouTuber とかの人たちもあんな消費電力で スピード言った、あんなね、あの、発表会で言ったスピード出るわけないじゃんって、ボロカス叩いてたのよ。うん、もうね、うん、CPU はパワー命だ。うん、電力パワーがないものには、処理スピード、速度は絶対に出ない。うん、あんな消費電力で、出るわけがない。うんで、実際出たら、うん、すいませんでした。えー っってなたたか、<laughs> うん、そのままスルーした人もいた<ー>自分の言ったこと忘れてたんすかみたいに思いながら見てたけど、うんうん、もうねだから結構そういうところでもアップルは革命を起こしていくので、うん、すごいねやっぱそういうところはね、うん、立ち位置が違うものを比べてもしょうがないのでだからまあもう馬鹿げたまあ、たアップルもねだからね誤解されやすいんですよ。<laughs> アップルが発表会で伝えたいのは、うん Windows パソコンのグラフィックボードの3090より速いですよっていうのが発表会で目立っちゃうんだけど、うん、それが言いたいんじゃなくて、うん、例えばインテルの,の Core i 9の CPU えっ、ー、と NVIDIA の3090のグラフィックボードより最高性能が何百ワット 低く出せますよっていうのを本当は言いたいはずなの、アップルは。でもそこが注目されずに、ねみんな処理速度しか見てないから。だから車と一緒で、いやこのこの車三百二十キロ出るよ。いやこっち三百五十キロ出るよ。そこしか見てないでもじゃあアップルが三百二十キロ車に三百十キロ出ます。作りました。でもアップルはガソリンを 1, 1リッターしか使わずに3 2 0キロ出ます、うんうん、でも例えばウィンドウズでもいいよそっちは、うん、あのガソリンを1 0 0ー使って3 3 0キロ出しあるわかりやすいさすがそこをアップルは言いたくて、うん、グラフ出してこんなに少ない電力でピークパワー出してますよなんだけど、うん、ピークパワーしかみんな見ないから、うん そそこがねかわいうちょっとねアップルもね発表の仕方がね下手なんだよね、うん、あそうなんだ、うん、もっとねあのでもまあそれわざとやってると思うんだけど、ね、アップルもね、うんうん、だから別に、まあね、アップルのファンでも擁護してるわけでもないんだけど、うんまあ、Windows も好きなとこいっぱいあるし、うん、もし俺がゲームやるんだったら当然 Windows のマシン最速の組むし、うんまあ、アップルがクソだった時代はも Windows 自分でマシン 最高性能のパーツ選んできて組んで、うん、そっちばっか使ってたし、うん、たあもうね電気代高くて無理だねうんうちの実測で、うん、まあゲーミング PC と呼ばれる、まあ、クリエーターはゲーミング PC と同じスペックのようなものを作るのでそれで、うん、今やってる作業を1か月やったとしたら。うん 電気代にして万へえでかいであと部屋の今でもさ暑いじゃん、うん、もっと暑くなる、ね、へえ<ー>ファンから灼熱もうバン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 放熱して特に俺寝てる時以外パソコンついてるじゃんまあクーラー長くて無理だね<ー>冬で全くやたよ前,前そうだったから<ー>俺の部屋は死ぬ暑かったからへえ<ー>ファンぶん回ってて常にね 高速処理でかかけてるからもうパソコンはだって一回パソコンの電源から火吹いて<え>パソコン死んだことあるからねやばパチッてボンって言ってフワッ,ッて、えー、こわって言うかそれぐらいなんで全然変わってくるしマイニングって言って、ね、まあまあみやびやあれだけど、まあ、まあ仮想通貨とかさ発掘って言うんだけどさ、うんうん、マイニングっていうのに。 高速なグラボ積んだパソコンを例えば10台とか部屋で回してたとすると、うん、お金稼ぐためにね、うん、もう半端ない電気代かかるからマジでだって 500W とか 600W とか1台で使っちゃうから、うん、電子レンジずっと 600W の電子レンジをずっと回してるとかというのと一緒の状態なのよ負荷をずっとかけ続けるってことは。うん ピークの負荷を、うん、だからそこをアップルは3 0 0トとか2 0 0トで速いスピードを出しますよ電気使わないでっていう立ち位置なのでまあそういうお話でございましたなるほどね、はい、本当はもっと細かく詳しく話せば事業ができちゃう、うん、本当 <laughs> <料>カーボンニュートラルの話とかカーボンフットプリントの話とかになっちゃうんで、うん、まあそれはまた別でやる機会があったらやりますけれども。うん まあそういう話なのでまあ比べちゃダメなんですよっていう話でございましたはい、はい、というわけで私はドラインでシュッシュッシュッ、はい、えー、なんか知らなかったパソコンはパソコンとしか見てなかったから多分ね他の方たちもそうなのかなと思うんですけど間違ったらごめんなさい。でもなんかね そういうやっぱカテゴリー違うんだなと思ったからね。改めてなんかこういうのも勉強になりますね。本当にね。うちの語りいいですね。本当にね。いいえ、出てしましてって感じですね。何も話してないけど私全然。ただうーんうーんとかしかやってないけど。はい。皆さん今日はありがとうございました。よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあね。